まあ、現段階ではですね、この消費税を予定通り引き上げていく、よってですね、この解散ということはもう頭の片隅にもないということでございます。その一方で消費税引き上げを見送るケースとして、世界経済の大幅な収縮を挙げ、株価の変動のみではなく実体経済にどういう影響が出ているかも考えなければいけないと述べました。また与野党が協議している一票の格差是正などの選挙制度改革がまとまらなくても解散権は縛られないとしました。